バーリン、ラーマ王子に殺された猿の王バーリンは、インドのジョジ詩ラーマーヤナに登場するバナラの王。バリ、バリとも言う。インドラ神が、猿王リックシャラージャの人の間に産んだ子で、スグリーバと兄弟、スシェーナの娘ターラーを人し、アンガダを設けた。短気で、怒りっぽく、疑り深い性格。言動は極めてそや。バナラの時、シュキンダーを支配し、 ラークシャサの王、ラーバガと同盟を結ぶ。スグリーバと対立し、後に、ラーマによって殺された。かつて、バーリンは、アスラのドゥンドゥビと対立したことがあった。両者は格闘して、バーリンが勝利し、ドゥンドゥビの死体を遠方に投げ捨てた。死体は、ディシュヤムーカさんの方に飛んでいったが、死体から流れ出たちが、聖戦マータンガの世を汚した。怒った、マータンガは、 ヨガの力で、バーリンの仕業であると知り、異様のあるリシュアムーカに踏み込むと死ぬという呪いを、バーリンにかけた。さらに、バーリンは女をめぐって、ドゥンドゥビのコマーヤービンと争った。マーヤービンは、キシュキンガーにやってきて、バーリンに挑戦したが、戦わずして逃げた。バーリンとスグリーバはその後を追って、マーヤービンの逃げ込んだ洞窟の入り口までやってきて、バーリンは、スグリーバに、 洞窟の見張りをさせ、単身洞窟の中に入った。洞窟内は入り組んでいて、敵を探すうちに一年が経ってしまい、ようやく見つけたアスラを滅ぼした。しかし入り口まで戻ってくると、塞がっていて出ることができなかった。スグリーバは、バーリンが死んだと勘違いして、入り口を塞いだのだった。そしてスグリーバが戸に戻ってくると、重心たちによって王にされた。 出口を発見して戻ってきた、バーリンは、スグリーバが王となっていることに激怒した。バーリンは、スグリーバの言葉を信じず、自分を陥れて王になろうとしたと疑い、スグリーバを追放して、その日ルーマーを奪い、さらにお手を放った。スグリーバは、世界を放浪した後、リシュヤムユカに逃げ込んだ。後に、バーリンは、ラーマ王子の援助を受けたスグリーバの挑戦を受けた。 バーリンは、スグリーバを打ちまかしたが、近くに潜んでいた、ラーマの放った矢によって射殺された。死の間際、バーリンは、あらゆる再起心から解放されて死んだ。ありがとうございます。